国際統括官は、文部科学省の内部部局の一つ。文部科学省に再編成されて、以降設置された、局長級文書職、単管型の統括官である。文部科学省組織例において、本省に一人置くものとされている。ユネスコ活動に関する企画立案や日本、ユネスコ国内委員会の事務の処理、国際交流を司る。 国際統括官が関係する事務より小6、ユネスコ活動を第2条に規定する、ユネスコ活動を有、の振興に関する、基本的な政策の企画及び立案並びに推進に、関すること、日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること、国際交流に関する条約その他の国際約束の実施に関する事務の内文部科学省の所掌事務に、 かかるものの総括に関すること。国際文化交流に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取り決めを交渉し、及び締結すること。第70条最終改正、2018年3月30日、より小六文部科学省組織令、第10条国際統括官に、川端氏を、 企業文科省2017年3月29日11時31分、文科省幹部を逮捕、中愛容疑東京地検特捜部2018年7月26日10時34分、PDF 内閣人事局、官房長が、時間事務代理に、文科省2018年9月21日11時39分、ありがとうございます。